常慶けいくんは、名はりふか氏と、本名は、李ふか氏、韓国李氏朝鮮後期の王族である。王政氏に任命されなかったが、後国家によって潜在的な多い継承者に、指名されて、仮東宮と呼ばれた。間もなく菅豊君に封じられた。菅豊君の菅は、王室の故郷である、菅山から取ったものであり、豊は、豊山広氏として、後国家と、 元貧講子の故郷から取ったものである。地と号は不詳であり、死亡が授与されたのかどうかも不明である。恩彦君と本妻の上山軍夫人宗子の長男として生まれた。彼が生まれた時は、英祖の統治機関だったが、清祖の他創婚生子の子に対して、ほとんど関心を持たなかった。1776年清祖が即位すると、高級を3人迎える。この中に、 高国クの妹の元貧公子がいた。しかし、清楚と、高位を募禁止や側室との間に、子供ができることはなく、事態を憂慮した、高国家は、恩彦君の息子である、リフカ氏を、元貧の養子とし、事態を打開しようとした。養子となった、リフカ氏は、関裕ユ君に封じられた。なお、関裕ユ君は、王政史に相当する扱いを受け、仮道具や、仮星師と呼ばれた。 養子縁組の過程については、元品公師の死後に、養子縁組をしたという説と、生前に、養子縁組をしたという説がある。韓国私学会では、元品死後の養子縁組説を多く取る。1779年に、元品が死去すると、高区に家は、金昇州ら老論清流派によって、逆賊と求断されて公職から追放された。この追放には、 コーに反感を抱いていた、老論壁破も加担したとされる。さらに清楚は、関豊君の借位を剥奪し、犠牲不義に整理機能の提案で新たに常慶君に、封じ、名前を、理不可氏に改名することで事態の幕引きを図った。1786年11月20日、この一件の首謀者とされた、コー家は、ハンスンフでの取り調べのご毒薬により処刑された。 彼の実母の上山軍夫人宗主と妻の平山軍夫人、平山紳氏は後にカトリック教会を信奉し、真の神父宗分母から洗礼を受けた。1801年、密告により、実母の上山軍夫人宗主と妻の平山軍夫人、平山紳氏は、毒殺刑となり、実父の恩彦君も連座により毒殺された。その後、1849年に、 腹違いの追いに当たるキら州の即位に伴って復権された。スターヌーズ2008.04-23菅豊たくん深し菅豊たくんの関は王室の故郷である関山から豊たは,は豊山博氏として高国へと元貧光子の故郷から取ったものである。2014.02-20自助人のカトリック教会宣礼名がマリアである。 ヌンムル朝鮮日報2005.0830ありがとうございます。